自民党の塚田国土交通副大臣が道路建設に関連して政権幹部に忖度したと発言した問題で、立憲民主党など野党6党派は塚田副大臣の辞任を求める方針で一致しました。問題になっているのは、麻生派に所属する塚田一郎国交副大臣が今月1日に下関北九州道路について、安倍総理大臣と麻生副総理の地元事業だと紹介した際の発言です。それは総理とかですね、副総理がそんなこと言えません。地元のそんなこと実際ないんですよ。森友とかいろいろ言われてますけど、でも私は忖度します。塚田副大臣は昨日、一連の発言は事実と異なるため撤回し謝罪しますとコメントを出しました。しかし野党は猛反発しています。もう言った時点で今までもアウトですという案件です。これは利益誘導、絶対やっちゃダメない、斡旋利得ですよ。先ほど立憲民主党の辻元国対委員長が自民党の森山国対委員長と会談し、塚田副大臣の辞任を要求しました。